ドリームチェイサーです。今回はこちら妖怪ウォッチ入浴剤プレートコレクションのレジェンド妖怪プレートコレクションと、こちらフイニャンの絵がついてる誕生の秘密ダニャン編、こちら2つを一気に入れていきたいと思います。これ多分新しく出たバージョンですね。オレンジの香りで入浴剤にブシニャンが描かれています。中身が全部で8種類。今回はシークレットなしで、ブシニャン、シュラコマ、イケメン犬、山吹鬼、ウンチクマ、花坂じい、そしてネタバレリーナ、ヤマタンの8種類のうち、いずれかが入っているようです。こちらの、タンチョウの秘密ダニャン編の中身は、ジバニャン、フユニャン、デカニャン、ウィスパー、コマさん、ロボニャン、カラカサオバケ、一つ目小僧、ロクロクビ、セミマル、マオジシ、イケメン犬、ブチニャン、ダークニャン、そしてシークレットの15種類のいずれか。全然種類集まってないので、何が出るか楽しみです。今回はこちらシュワシュワさせてる間にいろんな音声を聞いていきたいと思います。では、まず中を開けてみましょう。赤とオレンジで何色になるかも気になりますね。こちら。ビリビリビリ。あった。ここから、このプレートコレクションのシリーズは開けやすくていいですね。水色。ふうにゃん。かっこいい。そして、こちらは、綺麗なオレンジ。あ、すごい。しかも、なんか今までの中で一番しっかりはっきりこう絵が出てるんですけど、残念ながら撮るところがない。ないです。ちょっと横のこの継ぎ合わせのところから引っ張ってあげるとうまく撮れるかと思います。開けるとこないんだ。開けづら。あ、でもここはビリッと破ければいいかな。この浮き出方がすごくはっきりしてますね、ブシニャン。すごーい。歯の型まですごくくっきり綺麗に。鎧の部分もすごく綺麗に出てますね。ブシニャンです。ではこちら2つ一気にドボンしていきます。どんな色になるかな？いきます。お、いい色、いい色。香りではオレンジの方が勝ってますね。ブルーの方はソーダの香りなんですけれども、オレンジの香りの方が勝ってますね。色はちょっとブルーの方が勝ってきましたね。どうなるかな？あ、お部屋中、オレンジのいい香り。そして、シュワシュワもいい感じに出てますね。さあ、ではこの間に音声を聞いていきましょう。まあ、レジェンドはほとんど持ってるのないので、まずは、誕生の秘密ダニアン編の方のメダルをどんどん消化します。では、ジバニャンから。そうじゃないよ！そうじゃないよ！ストレッチ消化！ストレッチ、オレンジ友達ブックワオキジバニャン！だるいんですけど。続いて、フユニャン。うわ、なんか、そうじゃないよ。こっちですもんね。Z メダル。ゼロ式の方でいきます。おっと、召喚の構え。ちょ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 勇ましい召喚であります。フユニャン、お前の友達、出てきたぜ。あれ？なんかもうプレート出てきてますよ。早っ！今回早かったな。前回やった時に全然出なくてどうしようと思ったんですけれども、出てきてますが両方裏側なので、この間にせっかくなので花咲かじい1枚ぐらいいこうかな。このメダルは対応しておらず使用できません。花咲かじいはこっちだったか。いきます。花坂じい行きます。レジェンド召喚。
というわけで、じゃあ出てきた2つのメダルを、メダルじゃないか、プレートを見てみましょうか。一気に行きます。せーの、じゃじゃん。あ、ブシニャンと六六尾だ。ブシニャンでした。そして色の方なんですけれども、今結構黒ずんで見えるかもしれないですけど、これ薄まれば緑ですね。緑なので、まあいいかな、黒になるよりは良かったかな。オレンジの色味が、赤の方が強いかと思ったけれども、どっちかというと黄色の方が強いオレンジだったんですね。そちらと青でこんな色になりました。では最後に六六尾が出たので、六六尾の音声を聞いておしまいにしたいと思います。おっと、召喚の構え。ニョロロン、召喚であります。六六尾ということで、今回は妖怪ウォッチ入浴剤レジェンド妖怪プレートコレクションとプレートコレクションの誕生の秘密ザニャン編を一緒に入れてみました。出てきたのがブシニャンと六六尾で、レジェンドシリーズはどれが出てきても子供たち大喜びだと思うのでいいと思います。次はシュラコマとか欲しがってたうんちくまとか出てきてくれたらいいなと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。